第3章のドンピシャです。スパイダーマン、あ、これなんだっけタイトル、白銀の系譜でした。はい、どうぞよろしくやっていきたいと思います。ですね、ダウンロードコンテンツ第3弾ですね。それをやっていこうじゃありませんか。まだ処刑が行われているとの情報。はい、クリントンの現場で応援要請。はい、うるさい。この追加コンテンツ、ここから飛んでいきましょう。多分もう行ったらムービーが流れるんじゃないですかね。摩天楼は眠らないエピソード3、これで完結だね。でシルバーセーブルが出てくるという感じでございますよ。やっていきましょう。スタート。はい、現地レポーターメリージェーン・ワトソン、取材メモ開始。数日前に起こった美術館強盗を皮切りに町への攻撃が始まった。 MJ、 怪我人の数は増えるばかり。昨夜マギアのボスハンマーヘッドを殺そうとした件で、ユリ・渡辺警部は休職に追い込まれてしまった。 MJ、 彼女は所長に私は諦めないと言い放ったらしい。でも後でこの件調べると、これで終わるはずがないし。一方、死亡したと思われていたハンマーヘッドはよみがえり、警察から逃亡。逃亡したんだね、やっぱ結局。捜索中だけど有力な手がかりはなし。手下がセーブルの兵器や車両を狙い続けているけど、その中の一つがプロジェクトオリンポス。調べた感じだとオズコープとセーブルが資金を提供してるみたい。この生体強化技術で人間を死なないスーパーソルジャーに変えるつもりだったってとこ。冷酷で行かれたハンマーヘッドが今じゃ不死身のおまけ付きか。今はとりあえずハンマーヘッドの隠れ家探し。問題は、なるほどね、見つけ出した後どうするか。ユーリも休職中になってしもうたか。そりゃそうだな。 MJ、 始まりました。警察を追ってオズコープの工場に来たけど、ハンマーヘッドの手下たちが暴れてる。ユーリの情報は？まだ何も。彼女が恋しい？まあ相棒だし。ああ、君とは違う意味での相棒ね。分かってる。聞いて、オズコープの情報をゲット。プロジェクトオリンポスの装備を大量生産してるって。それを狙って手下たちが工場を襲ってるってとこ。オリンポスはデビルズブレス事件の時にセーブルとオズボーンが交わした取引の一部みたい。しかも製品は全て海の向こうにあるシムカリアに送られるって。シムカリアってシルバーセーブルの故郷？それだけじゃなくて、内戦がかなり悪化してる場所。そのこと知ってた？ほら、僕国際情勢には疎くてさ、ニューヨークの街を守るので忙しかったし。長くなりそうだし、時間があるときに教えてあげる。今はハンマーヘッドの話だけでお腹いっぱいかも。この事件が片付いたらお休みでも取れば。休み？休みって何だったっけって気分。だよね。けど本気で一緒にどっか行ってくれるなら。私計画立てる。お、工場で何があったか教えてね。もちろん。計画立てるっていうのはなんか泊まりがけの何かかな。気になるな。ちょっとすぐにでも行きたいね。泊まりがけのやつ泊まりたい。打ち合ってるね。わあ、すごいの来てる。ハンマーヘッドが来てたようなやつ来てる。いやー、かかってこい。ちょっと待った、これダンス対決？得意なんだよね。じゃあ行くよ。お、ダンスバトル。いや、おニューの装備も悪くないけど、70年代意識しまくりのギャングファッション好きだったんだけどな。おい、危ね。はいはい、君たちほんと遠慮ないよね。よいしょ。ま、痛い。あー、全然ないじゃん。そのままなのか。そしたら、君たちプライベートでも仲いいの？それとも職場だけ？君たちの組織って急成長しすぎたみたいだしさ、お互いのこと知らないんじゃない？めっちゃ喋るな。僕が紹介してあげるよ。こっちの彼はビニーね。ビニー？ビニーだよ。おいおい、なんで誰も笑ってないの？お前喋りすぎだ。みんな本当にビニーって名前だから。危ない危ない、痛い痛い痛い。そういうことなら、はじめましてビニー。そっちのビニーも、それと他のビニーもね。何言ってんだかちょっともう分かんねえわ。あ、こいつやる、硬い。バカめ。あ、死んじゃったよ。おいしょ。おい、
おっ、はい、これで避けていく。はいはいはい、危ない。ああ、避けたつもりが、あー危ない、それは痛い。トン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 、はい、避けていく。おい、あ、ダメか、ちょっと待って。ほい、はい、これで危ない、危ない、痛い、避けれない。もう一回、いや痛い、強っ。ちょっと一回隠れます。はい、バカめー、お前はこれで終わりじゃ。はいはいはい、アイド完了。結構危なかったな。うわー、すごっ。なあスパイダーマン、おまわりさんを救えゲームしようぜ。うわー、飛んでちゃった、ひどすぎ。行きますか、ジェットパック男。おっと、やーっと、あれ、お友達どこ行ったの。なんだこれ、無視ってこと、それともジェットパックで声が聞こえないだけとか。あら、当たったらダメですか。よっ、おいしょ、危ない。ジェットパックかっこいい、どこで見つけたの。もしかしてトラックの後ろから落っこちたやつ。あ、よかった、体力回復してるじゃん。自分のものは自分で作ったら、何でもかんでも盗むんじゃなくてさ、よいしょ、その方が絶対達成感あるよ。ついでに短気な性格も治るかも。危ない、避けていく。はい、避けていく。あ、ないか、危ない。うお、強い、よいしょよいしょ、はいはいはい、これ回復に使おう。おい、トントン、おい、よけ、あ、よけるねえか今の。あ、よけていく、よし、おいおい、よいしょ、ドン。比べたらてめえなんて可愛いもんだ。何言ってんだ。あ、今できたな。おいおいおい、いや、やる、バカめ、どこまでもついていくぞ。これは、あ、落ちてたか。あ、終わったわ、よし。そういえばこのスーツのあれなんだろう、技は特になしかな、見てなかったな。近づいたらこいつ落とすぞ。それっていつもの挑発、それともレベルアップした。なんだ、お前のか。違う、そうだったら最高だけど。おお、ここで出てくるのか。うえ、えぐ。うわ、全部助けちゃう。大丈夫、なんとか。来たね。元気してた。誰の差し金だ。ハンマーヘッドだよ。そいつはどこにいる。ちょっと待った、普通の人みたいにコーヒーでも飲みながら話さない。それは同意。それはそうと、空飛ぶあれ超かっこいいね。知ってることを言え。銃向けられてなきゃ喜んで。3秒数えるぞ。だから銃をさ、1、ねえちょっと本気、2 6 9 110プラス7、3。いや、本当に撃つ。お前何なんだ。戦うんかい。いった、セーブル。イライラしてそうだし、とりあえず深呼吸してみて。めっちゃイライラしてるじゃん。手吐いて、ハンマーヘッドはどこだ。おお、投げられていく。でも喧嘩やめれば一緒に探し出せるかもよ。一緒に、ありえん。なんか怒ってる。本当だ、なんか、もしかしてお前ちょっと前、貴様の役目はこの街を守ることだろう。なのに私の兵器を盗むハンマーヘッドに見て見ぬふりをするとは。見て見ぬふりかしてない。縛っていくよ、どんどん縛っていくよ。これが事実ならば誰も何もできまい。くそ。ねえ、正義のヒーローじゃなかったの。
すべきことをしているだけ。それとヒーローは男だ。なんだよ、そういう意味じゃなくってさ。あーひどい、今の時間なんだよ、一番無駄なやつ。死ななかっただけでもマシってこと。はい、給油クリア。アーロン・エイクマン・アーマー、へえ、そんなのが。これは今、ああ軽くして叩いてんのか、ちょっとやめよう。ウェブブロスタムに戻しといて、これか。またなんかちょっと変わったやつですね。でもこっちの方が好きだな。うん、こっちにしよう。よいしょ。いやー MJ、 驚きの人に再会。シルバーセーブル知ってる？なんで知ってんの？私の仕事は情報命。彼女ハンマーヘッドが武器を盗むの止めに来たんでしょ。よかったじゃない、チーム組んじゃえば。それは今のところかなり無理があるかも。とにかく私はシムカリアの調査を続けるけど。あれ、ちょっと出たー、すげー。スクリューボール、なんで。早く八丁目とパールマンに行かないと、私と私のファンが洞窟で死んじゃう。またこいつのやつか。また何か企んでるの。誰かが怪我する前に行かなきゃ。あ、近いわ、行っちゃいますか。よいしょー、こらせー、ほいほい。はい、着いた。ここか、この辺か。あれ違ったな。あれ、いつもなんかこの辺で三角。ああ、あった、やっぱあるじゃないか。どうも、私のお気に入り虫型スーパーヒーローさん、シーズン3が始まるよ。嘘でしょ。もっとテンション上げ上げていってくれない。何百万ものファンが待ってるんだから。しかも今シーズンはお楽しみプラン付き。フォロワー5000万人を達成したらファン限定のビッグパーティー開催しちゃいます。すげー、ビッグパーティーね。スクリューボールを捕まえるには絶好のチャンスかも。それまで協力してるふりしとこっと。結局第2弾も全然やってねえな。爆弾チャレンジ、あとはバトルチャレンジ。バトルチャレンジやってもいいな。バトルチャレンジやってみようかな。バトルチャレンジってなんかいっぱい来る敵をバッタバッタ倒すような感じだったよね。スクリューボールがパーティーに来なきゃ無理ゲー。こっちやろ。ってやっば、喋り方映っちゃった。さっさと捕まえないとどんどん染まっちゃうこと深い。おい、今日はバトルがしたい分あ気分だから、ちょっとバトルにしとこうかな。よいしょーい。でももうこの第3弾で終わる一段落か、続編を待つ流れになると思うんですが、どんぐらいに出るんだろうな次は。結構先かなやっぱ。よっしゃ MJ、 さっきはごめん、スクリューボールに邪魔された。またしても。なんか最近かなりモテモテじゃない。手がかかる子ばっかり。もちろん君以外ね。へえ、私はお手軽ってこと？あ、そうじゃなくて、当然君とのことなら手間暇かけまくりだよ。もちろん、あ、いい意味でね。悪くない。悪くないんかい。それじゃ、ハンマーヘッドの計画調べて、手間暇かかりそうな情報を掴んだら連絡するね。よろしく。待ってる間、スパイディ業にでも勤しもっかな。よっしゃ、やろうじゃん。ファンが嵐を探してるんだけど、その嵐のアイコン、スパイダーマンのスーツに超そっくりだったりして。こいつらを刑務所に送り返さなきゃね。返しましょう。そういえば全然言ってなかったけど、あの先日マイクを、置き型のものから、ファンってどっから湧いて出てくるわけ、ヘッドセットに戻しました。結構久々なんだけどね、このヘッドセットのマイクを使ってやってるのは。だちょっといつもと若干声が違うかもしれない。危ない。よいしょ。おいおいおい。ハイライトされた敵に敵を倒すと、なるほどね、 OK。 イエーイ、いいね。これ
もう一人吹き飛ばせばあれか。あ、ダメか。よいしょ。おっと、避けていく。あぶね。地べた舐めさせてやる。危ない。あー、いい、食らっていく。ほい、待って、これはこれが効果的。よっしゃ。まあ正直もうあのハイライトのエリアとかあんまり意識せずやっていこうかなとか言いつつ、リングモンキー22歳からのメッセージ意識していく。早くチャンネル登録しなかったんだろ。はそれが私も理解不能。なんで。よいしょ、ドン、イエーイ。テンポ悪いなこれ。スパイに惚れちゃいそう。イエーイ。テンポ悪いわ。いて、またこれすぐ避けなきゃダメだね。よいしょ、よいしょ、はいはいはいと。おっと、あー今のは避けれないんだ、硬直があって。よいしょ、おー危なかった。よいしょ、もう一人できる。いいね、イエーイ。もう一人いけないか、無理か。そしたらおいしょ、危ない。ういー、これもまたこれが有効。よいしょよいしょ、おいおいおいと、ドーン。いいね、よいしょ、はい、はい、いらっしゃい。はいはいはい、危ない。どこだ、ここでじゃない。掴んでいく。よいしょ、やい、はいはい、死んで死んでくれ。危ない、よいし、はいはい、デブ。危ない。よっしゃ、あっちか、任して。ほっ、よいしょ、ツードン。はい、イエーイ。なんか4万点ぐらいいけばいいんじゃない。でもこの中で倒さなきゃいけないんだっけ。はい、オッケー、ペロロン。危ない危ない危ない、避けていく。あのスナイパー先にやりたいな。よし、止まった、いて。あ、いやいや、何回も同じことやっちゃうんだ。またまた、またよし、ゴーです。はい、おっと、いけるね。よいしょ、ズドーン。いいですよ。あとはこっちか。はい、あっ、いった。よいしょ、はいはいはい、終わりかなこれで。ふう、自分で言うのもなんだけど、僕って最高かも。意外といけてた、やった。今のでフォロワーからの通知が止まんなくて、やっばい。やったぜ、3つゲットしました、ありがとうございます。続ける。 MJ、 さっきはごめん、スクリューボールに邪魔された。またしても。え、なんか最近かなりモテモテじゃない。これさっきしたな、この会話。手がかかる子ばっかり。もちろん君以外ね。へえ、私はお手軽ってこと。あ、そうじゃなくて、当然君とのことなら手間暇かけまくりだよ。もちろん、あ、いい意味でね。悪くない、どうも。それじゃ、聞いた聞いた、それ手間暇かかりそうな情報を掴んだら連絡するね。待ってる間、スパイディーグにでも勤しもっかな。やってたのに今。やってたんですが、僕はおかしいな。なんでしょう。じゃあもう一個やる、もう一個やるか。バトル楽しいな、バトルにしとこうかな。じゃあよいしょ、
頼むぜ。あ、終わった。よし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 。やりませーん。ハンマーヘッドの手下かも。確かめなきゃ。確かめましょう。よっ、はい。うわー、これはファストトラベルした方が、あ、いや、シャッシャオ。別にしなくてよかった距離かもしれない。300m しか変わってない。よいしょ。はい。はい。行きましょう。おお、出た。今忙しい。ちょっとね。課題の方は進んでる。それって学校の課題、それともスパイダーの方？どっちも。でも学業優先。学校の方は片付けたよ。今はスパイダーの方をやってる。でもなんで物理とか微分積分とかの問題があるの？ウェブシューターとかガジェットの練習した方がいいんじゃない？それじゃあここで問題。長さが40m、角度が45度の振り子があります。振り子が一番下にある時との落差は 11.72m だけど、なんで？早っ。君がその振り子だとしたら？え？あー、もしかしてピーター、街中をスイングしながらずっとこんな計算してるの？そういうこと。やーべー、そうだったのかよ。スイングするなら。そうか、そういうことだったんだ。それじゃ勉強に戻るよ。マジかよ、絶対無理。開けろ。蹴破ってもいいんだぞ。怖っ。やめてくれ。急いで運転手を助けなきゃ。なるほど、任してくれ。警察が到着するまで敵をトラックから遠ざけよう。任してください。危ない。結構弾の速っ。危ない。ほっ、ほいほいほい、ドン。仲間を呼んだ。マジ？どっから来る？あ、結構来てるな。おいしょー、ドンドン。待て、おい、おい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 、もう一人。待って、溜まっちゃってない？あれバカ、危ね危ね。よし、ほい。この辺で戦わないとダメだな。ほい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 と、これやっとこうか。危ない。ほい、よいしょ。はい、いいね。君たちが帰るまで僕も帰らないよ。危なー。待て、よし。あ、いいねー。危ない危ない。ほい、よいしょ。ちょうどかわしたな。よし、絶好調。いいよ、ほっ。あいつ、あいどん。危ない、避けていく。いて、いて、よいしょ。おい、いた。わかめ。さあ、来い。はい、警察来た。来てくれた。はい、オッケー。確保してください。ガッツポーズしたいけど、やっぱ謙虚でいなきゃ。どうもありがとう。おう。死ぬとこだった。リオブラボークリア。装備は守ってみせる。 MJ、 どうしたの？ C ポートにあるオズコープの輸送施設が手下に襲われてる。わかった、行ってみるよ。ここでクイズ。ハンマーヘッドはセーブルの武器と警察が保管してた装備をたくさん盗みました。そして今度はシムカリア行きの武器を盗んでますが、一体どこに隠してるでしょうか？さっぱり分かりません。でも突き止められれば供給を止められる。あいつらの動きと街の地図を照らし合わせてみてね。場所を特定できるかも。 MJ 天才だよ。それがシムカリアの状況を調べてみたんだけど、独裁者が国民を虐げてるようなの。シルバーセーブルがたった一人で抵抗派を率いてるって話だけど、劣勢みたい。ハンマーヘッドに盗まれた兵器が必要ってことか。だからあんなに怒ってるし必死なんじゃないかもね。でもあの人、そうじゃなくても常に怒ってる気がするけど、何か分かったら連絡するよ。ヤッホー、これもやっちゃいましょう。よっこらせ。
おいおい到着。うわー運んでる。おいやつだ急げ。お追っかける感じかな。来たばっかりなのに置いてかないでよ。結構撃たれるんだよな。ほいよっほい。あー今回は早い。君たちはいバカめ。これ四角連打すればいいから。はいオッケー、ドーン。そして前に行き、はいひどいやつ、あズドーンからの止めます。はい1台よいしょ。あっちか。もう1台も追いかけなきゃ。よっおいおい狭いとこ入ってくね。よしあっよいしょ痛いよっおいおい危ない。ああ避けていくが動きを止められた。やべ結構追いつかねえな。よし結構ああ痛え。くそ止まっちゃうな。くそこうかほいほい結構食らっているがもうちょっと危ねよしよし来たよいしょバカめーこらーそう見えちゃってた。どうじゃ分かった君の勝ち。はいさようなら。あまだいるのか。よしあと2台ね。あと2台結構いらっしゃる。これもうちょっと上からいけないかな。よいしょほいほいほいよいしょほい。はいだんだん近づいてこういけばおおいいね。来たうわーえぐ。クレイジーおばちゃんじゃん。どうしたの。やばちょっと公園はまずいってば。よし避けていく。おいみんなごめん死ぬほどうるさい感じ。おらどうしよう。もっと早く止まってくれてたらこんな会話しなくて済んだんだよ。おっあぶれおいよいしょかっこいい。さあ運転手の運転手の君ドン。まあセーフル何やってんの。これ逆効果だってば、はい、残りの奴らは僕に任せて。奴らに追いかけっこ再開。最悪また来た。あべ危ねえ今の何。この裏かよし。なんだ？ん？どこだこれ？こっちか。結構変なとこ取ってんだな。よし。このまま過ぎて。右。あの裏か。いた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 。はえ。よし。おい。おい待って。おい待って。危ない。よいしょ。はい見つけた。はいよ。はいどうなの。おい。よいしょ。はい君も。さよなら。モラ。からの。進むのはもうこれでおしまいだよ。向こうか。お願い。上から上からなるべく上から上から行き降りていく。おお痛い。やるな。だってことね空気読むのは得意。よしよしあすごいね。あいってー邪魔ーむず。よ
よし、ほい、上から行きたい、なるべく上から、上から攻めて、あれは掴めるけど触らない。よいしょ、よっしゃー、いいよ、ほらどうじゃー。トミー、ドローンをよこせ。了解、行くぞ。お、あいつらドローン手に入れたの。なんだと、かなり近代化にご就寝みたいだね。ドローンがセーブルを狙ってる、助けた方がいいよね。オッケー、よいしょ、シューターを破壊する。なるほど、もうちょっと近づいた方がいいのかな。あ、破壊できてたっぽいね、今の。おっ、よいしょ、ほい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 、はい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 、1匹目、まず1匹目だった。結構やっぱ、じゃあ近づかないとダメだな。ほい、あ、ダメだ、ごめんね、ドローン君、バイバイ。あ、いやいや、当たってた、やったー。もうちょっと近づいて、あ、いいよ、違うとこ行っている、ここだ、はい、完璧。それじゃあ、おねんねしてて。ほい、ここだ、はい、やめて、もうよこすのは。うおー、なるほど、はっ、よいしょ。セーブル、念のために言っておくけどさ、僕こう見えて手伝おうとしてるんだよね。いいよ、ドローン全部倒してからだったらね。なんだかんだ協力してんな。だだだだ、もう安全だよ、助けていく。何も言わないのがシムカリア流の感謝なのかも。よし、あとはトラックだけ。うわ、やる気だな。大丈夫なの？うわ、落ち着けて。ハンマーヘッドはどこだ？今ここで口を割ればどうせボスに殺される。ちょっと待った。ねえ、僕たち目的は同じだろ。協力すれば奴を見つけられる、信じて。いいだろう、手を組もう。なんなんだ、パートナーだな。ああ、パートナーね。なんかされた。なんか埋め込まれた。それじゃあ、電話してよね。彼女がロボットじゃない確率、今のところ 77%。 終わりました、孤独の戦いクリア。なかなか、なかなかハードなミッションだった気がしますね。全部隊へ、暴行事件が発生中。嫌な予感がする、見に行ってみよう。なるほど、それはまあ次回にしましょうか。今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またどうぞよろしくお願いします。失礼します。